クニックとかね、もう、はい、そうですね、持ってそうな感じありますけど、何をやってくれるんでしょうか。今回私が紹介するのはこちらです。針に糸を一瞬で通す時短テクニック。いや結構大変でしょあの作業って。年取ると目悪くなってくるからあれ。まさか糸通しとか出すんじゃないでしょう、ね、違います時短ですからめちゃめちゃ短縮できます。果たして河本はどのようにして10秒以内で針に糸を通すというのか。それでは早速披露していただきましょう、はい、めっちゃ手が震える。プレジャーや。針に糸を10秒で通す時短テクニック。レッツ時短。めっちゃ手が震える。いけるいける。ワンゴー。だって糸の先を使う。あらよし。まさに魔法の時短テクニック。よく見るとなんと針の穴に糸がスルスルと入っていってるように見えるんですが、一体これはどういうこと。でも通ってたね。でも分かんない、何をやってたの。これ分からない。これ実はですね、あの摩擦で、はい、うわよく見ると螺旋状なんですよ。でこの螺旋状の糸を一回押し当てて崩していくんですよ、ゆっくりゆっくり。で崩していくと針の穴が開いてますから、その糸が押し出して。これもすごい発想の転換。まさか途中から糸の途中からやるとは思わなかったんだ。確かにこのやり方でやれば10秒ぐらいではできる。覚えとけばすごく楽ですよ ね、 ねこれできたらめちゃくちゃ裁縫うまい子みたいになる。見せたいですね、ちょっと旦那の前とかで ね、 ね裁縫とかやんの。あ、やんないです。やらない。一応テクニック持ってやろうとしろよ。皆さんもぜひご家庭でやってみてください。よろしくお願いします。